どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。新女神転生5ベンジェンスが発売されまして、2ヶ月ちょっとが経ちました。今日は最強キャラランキングトップ10をやっていきたいと思います。以前もね、発売から2週間ぐらい経った時に、最強キャラランキングトップ10をやったんですけども、あの頃はまだ分かってなかったと思います。2ヶ月ちょっと、結構いろんなことをやり込んできました。その状態で最強のトップ10を決めてみましたけども、こんな感じです。ご覧ください。それでは最強キャラクターランキング第10位からいきましょう。10位はマーラですね。マーラ単体ではそんなに強くないんですけども、相方がいるとものすごく強いです。相方はナーマとロア。ですね。この3人が揃うと、ものすごく強くなります。まず、ナーマで魅了をつけます。で、魅了がついた後に、マーラでマラマラダンス。これでワンパンで倒すことができるようになります。魅了がちょっとつきにくいので、ロアは絶対に入れるようにしてください。ただし、ボス戦では効果ありません。雑魚戦専用ということで、このマーラ、なかなか強いと思いますよ。第10位です。それでは第9位です。9位はザントマンですね。今までのシリーズの中でそんなに強くないザントマンですけども、今回はかなり強いと思います。ユニークスキルですよね。悪夢継続で、睡眠状態が解除されません。これがものすごい強いんですよ。夢見張りで眠らせて、で、その眠ってる間に、成仏剣でビシビシと攻撃していってもいいし、眠ってる間に、キャラクターをチェンジして、次の攻撃に備える、いろいろな使い方がありますよね。ただし、ザントマンの夢見張りも結構入りにくいので、相方のロア、これは必ず必要になってきます。いや、もうむしろね、ロアが強いのかもしれませんけど。とりあえず、第9位はザントマンですね。それでは第8位です。8位はブリトラですね。ユニークスキルの狂乱の宴がめちゃくちゃ強いです。で、狂乱の宴を持ってる悪魔って、ブリトラの他にも4、5体います。でもその中でも、ブリトラが確実に強いと思います。なぜかというと、狂乱の宴プラス、マガツヒスキルの乱舞。これが使えるからですね。両方使えるのはブリトラだけです。乱舞と狂乱の宴、相性がめちゃくちゃいいんですよね。超火力を出すことができます。多段ヒットで火力を狙っていくときは必ずブリトラを入れるようにしてください。第8位です。最強キャラクターランキング第7位、空風林ですね。専用スキルのゲイボルグがとにかくいい感じです。貫通、必中、クリティカル、この3つがついてるスキルって、ゲイボルグだけではないでしょうか。ほんと唯一のスキルだと思います。火力はそれなりなんですけども、スキルターンアイコンを確実に節約しながら攻撃ができるので、すごく使えますね。で、空風林を編成するにあたって、必ずスカーハも同時に入れるようにしてください。この2人は本当に使えますね。特に高難易度で効果を発揮すると思っております。第7位は空風林ですね。続いて第6位。6位はベルゼブブですね。ユニークスキルのビヨンデッタが凶悪すぎます。このゲーム、バフ、デバフってかなり重要になってくるんですけども、デバフのランダマイザー、これの、能力低下効果が一気に2段階になるこのビヨンデッタは本当に強いですね。もうバッファー、デバッファーとしてベルゼブブを入れない理由はないかと思います。そして、マガツヒスキルの蛮行、これが使えるっていうのもポイントですね。編成の幅がかなり広がってくるかと思います。ベルゼブブは間違いなく強いので、ぜひ編成に入れておいてください。第6位です。それでは第5位。マタドールですね。ユニークスキルの一撃必殺と物理適性、これを持ってるキャラクターが強いんですよ。同じくアバドンも、持ってるんですけども、耐性の関係でマタドールの方が使いやすいかなと思います。一撃必殺のやぶさめショットでワンパンで倒していくことができます。まあ相方にロアは必要になってくるんですけども、マーラ、ナーマー、ロア。この3人よりも、マタドールとロア。この2人編成した方が楽っていうことで、こっちの方が順位は上かなと思います。第5位はマタドールです。もちろんボスには効きません。続いて第4位。この花咲夜ですね、このゲームって MP 消費が激しいんですよ。MP がマジで使う。で、お店で MP の上限アップのアイテムが売ってればよかったんですけども、売ってないんですよ。それがちょっとね、残念だったんですけども、とにかく MP が必要っていうことで、この花咲夜は外せませんね。専用スキルの、この花の栄か。これによって HP と MP を回復してくれる。さらにユニークスキルの、繁栄の契約。これによって HP と MP の回復量が超大幅に増えるんですよ。もうヒーラーとして最強は間違いなくこの花咲夜ですね。もうどこに連れて行ってもいいです。第4位はこの花咲夜です。それでは第3位いきます。第3位は、マサカドですね。もういろんなアタッカーを使ってみましたけども、結局のところ、マサカドがいいかなと思っております。で、スキル編成ですけども、レベル150ぐらいの敵だったらば、全然、おぼろ一戦でいいんですよ。おぼろ一戦で全然いい。だけども、高難易度の999、あそこに挑むっていうのであれば、絶対天中殺ですね。うん、おぼろ一戦は、半分ぐらい外す。なので、天中殺で、行きましょう。最終形態はそこかと思います。まあ、どのキャラクターよりも火力がありますので、絶対マサカドは入れた方がいいと思いますよ。間違いないですね。第3位です。続いて第2位です。第2位は、アラハバキですね。これはもう皆さんご存知の通りかと思うんですけども、自在アラハバキですね。今作において、この自在アラハバキが最強の戦法かと思います。まあ、いろんなキャラクターが必要で、使うのにも結構時間はかかっちゃうんですけども、まあ、自在荒捌きを使えば、大概のボス、1ターンで倒せますし、間違いない戦い方かなと思います。第2位は、荒捌きですね。それでは最強キャラクターランキング第1位。1位は主人公ですね。発売から間もない時って、主人公結構微妙じゃないっていう空気が流れてたと思うんですけども、いやいや、そんなことはなかったですね。主人公が一番面白いと思います。いろんな形にね、変化できるっていうところが一番の魅力ですね。最強のアタッカーにもなれるし、最強のタンクにもなれる。そしてバッファーにもなれる。もういろんな形に変化できるので、使い方の幅が本当に広いんですよね。で、まあ進む道によりますけども、うつせみの入手が結構簡単なので、すぐに変更ができるっていうところがいいかなと思います。まあなんか、主人公、これはキャラクターに入るのかなと思いますけども、まあ一番面白いのは主人公だと思いますので、第1位とさせていただきます。はい。ということで今日は最強キャラクターランキングトップ10でした。結構個人的な意見が入ってるかと思います。ご了承ください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。